荒ましの都、いわゆる藤原京から平城京へ。慌ただしく遷都を主導した藤原不比等、胸の奥底にあったのは大国唐への思いだった。大宝律令を制定した翌年にあたる702年、遣唐使が再開、およそ30年ぶりのことだった。いざ子供、早く大和へ、大友の蜜の浜松、待ち恋ぬ乱。遣唐使として唐に行った山の上の奥らが無事に帰る喜びを詠んだ和歌。私は上の句の大和の漢字が変わっていることに気づきました。私の目的は2つ。文物の義、備わる国の姿を唐へ知らしめること、そして大和を日本という国名に改めること。大国唐のような国家組織になったことを広く世界に知らしめるのだ。藤原不比等が強く意識をした唐は広大で強い力を誇っていた。その都、長安。五番目城に整備した巨大な計画都市。北端の中央には宮殿が置かれていた。長安は東西の交易路シルクロードの中心。さまざまな国から貢ぎ物が捧げられた。一方の日本はシルクロードの東の終着点。唐に比べるとまだまだ小国。唐と通じることではるか西の方の文化がもたらされていた。文物の義を備え、荒ましの都を築き、国としての形を作った。私は復活した遣唐使によって国家としての日本が唐に認識されることを望んだ。しかし使節から受けた報告は意外なものだった。まだまだ追いつけない。唐の都には原因の一つが荒ましの都だった。大陸からの情報をもとに築いた荒ましの都。五番目城の途上に倣い、都の中心に宮殿を配置。対する唐の宮殿の位置は都の北の端に置かれていた。天武天皇が意図した荒ましの都は長安の形とは異なるもの。不比等にとって不満であった。しかも宮殿の南に伸びる朱雀大路は狭く、朝廷の儀式や軍の凱旋など国家の威信を示す場に使うには貧弱であった。不比等が整備した大宝律令も唐に比べると劣っているように思われた。再開した遣唐使から見えてきたものは不比等の予想を超える先進文化からの遅れだった。
日本を唐のような立派な国にしたい。どうすればよいのか。その時、あなたの頭に浮かんだのが、少年時代に聞いた父鎌足の話だったのですね。藤原鎌足が政治の中枢にいた頃、朝鮮半島は激動の渦の中にあった。友好関係にあった百済と隣接する新羅の間で戦が起こり、百済が危機にさらされたのだ。そんな情勢下で起こった663年の白村江の戦い、百済に味方した大和の軍は新羅に加勢した唐の軍と衝突し大敗を喫した。結果百済は滅亡、歴史の表舞台から消えていったのだ。戦いでは何も解決できない。日本は決して百済の道をたどらない。私は都を築き直し、律令の内容も見直す。そして日本の正当な歴史をまとめ、存在感のある国を作る。一刻も早く、一刻も。702年に派遣した遣唐使が帰国した後、不比等は荒ましの都に代わる新都の建設に乗り出した。それが平城京だ。長安に倣い、都の北端中央に置かれた宮域。朱雀大路は73メートルの道幅に広げ、国家の威信と力を表した。大宝律令の修正にも取り組んだ。不比等は律令の補助法令というべき客と式を加え、国の礎を築くことを重んじる。その意思は受け継がれ、後に養老律令として施行されている。さらに唐の政治や文化を学ぶために遣唐使の派遣が続けられた。717年の遣唐使では、大陸との結びつきをより強固にするため、557人に及ぶ過去最大の使節団を編成。その中には不比等の息子馬飼の姿もあった。二度と会えない死での旅かもしれぬ。それでもこの日本のために。日本のために、馬飼、唐へ渡るのだ。遣唐使はその多くが遭難で命を落とす危険な任務。馬飼は覚悟を持って使節団に加わった。馬飼と道同じくした者には、聖徳天皇の治世を支え右大臣にまで上り詰めた吉備の真備、仏教による国家鎮護を推し進めた僧侶玄房など、後の平城京の命運を担った精鋭たちの姿もあった。720年、不比等は
国の歴史を編纂するため唐より帰国した僧侶道寺の協力を得て、ついに悲願であった国史「日本書紀」をまとめ上げた。私は表した。神代から続く統治者としての天皇の系譜と律令国家に至る国の歴史を、日本の威信を示すために。世界で動乱が続いた時代、あなたは唐をモデルとした都と法の整備、そして国の権威を示す歴史を表すことで、東アジアにおける日本の地位を高め、国の未来を開こうとしたのですね。国とは、うちへは仏教鎮護をもって統治し、外へは国の力を示す。それは唐のような文物の義によって体をなす。これで国の礎は整った。文物の義、ようやくこれに備わった。日本書紀が完成した3ヶ月後、溥儀は日本の黎明を築き、その人生を終えた。享年63。平城宮の東側にある法華寺。ここは藤原溥儀の邸宅跡と伝わる。溥儀への思いは万葉集にも読まれている。古の古き包は年深み、池の渚に三草追いにけり。万葉人は国を導いた功績を忍び、茂る水草に枯れることのない溥儀の理想を重ねたのかもしれない。藤原溥儀に思いを巡らし、改めて奈良の町を歩くと、多くの名残があることに気づかされます。その一つ、興福寺です。かつて山科寺と呼ばれた興福寺、病に伏せた藤原鎌足の回復を願い、京都の山科に創建された。都が飛鳥、平城と移るたびに名を変え、その傍らに移されてきた。現在の場所に移したのは藤原溥儀。北円堂は溥儀を供養するために建てられたと伝わっている。藤原溥儀、今私たちは生きています。あなたが築き上げた国の形を礎に。大和は国のまころば、
山とし麗し。古の都のなんと